こんにちは、こんばんは、かつひろです、今日はですね、ちょっとこちらを、買ってきたんですけど、これ皆さん知ってますかね、パラレルスっていう、まあ、Mac 用のソフトなんですけど、まあ、なんで買ってきたかというと、まあ、こちらの、ソフトを使うと Mac で、Windows のソフトを使えるようになるっていう、ソフトなんですけど、まあ、Mac にそもそもブートキャンプとかが入ってるんで、こんなものは買わなくても、まあ、Windows を使うことができるんですけど、まあ、あとバーチャルボックスとかもありますよね。これは他のソフトとちょっと違うところがあって、ここにも書いてあるんですけど、再起動せずに Mac と、Windows のアプリが同時に使えるっていうことなんですよ。まあ要するにブートキャンプとかだと Mac を使ってて、次に Windows のソフトを使いたいなと思った時は一回電源を落として Windows を再起動させないと使えないんですけど、パラレルスだと、Windows のソフトと Mac のソフトを同時に起動できるんですよね。まあだから例えば、モニターを2つデュアルにして片っぽ Windows で片っぽ Mac、 それを同時に使うということができるんですよ。あとブートキャンプとかだと、そのストレージの容量をこう振り分けなくちゃいけないんですよね。 Mac 70% と Windows が 30% とか、そういうこともこちらだとせずに、まあ同時に使えるんで、まあ、容量も気にせずに、まあ使えるっていうソフトなんですよね。で、まあ僕もソフト自体はインストールしてあって、こちらは、パッケージ版で、まあ中にシリアル番号が入ってるんですよね。で、それを、打ち込まないと、まあ正式に使えるようにならないんですけど、まあそもそも僕がなぜこれを買ったのかというと、まあ最近あの脱獄のツールがもう Windows が先に出て Mac 版が後に出るっていうパターンが続いてるじゃないですか。で、今最新版の iOS 8.1.2 は未だにあの Tiger の、ソフトが Mac 版が出てないんですよね。まあ今のところ 8.1.1 と 8.1.2 はいつでも脱獄できるようになってるんですけど、そもそも僕の場合はもう今後ろに映ってる iMac とこちらに、まあ、僕 MacBook Pro も持ってるんですけど、まあ、Mac しかないんですよね、要は。なので、まあ、Windows 版が出て速攻脱獄ってことはちょっとできないので、まあ前回の脱獄も Windows 版の、ファングを使って脱獄したんですけど、あともう一個特徴があって、 iPhone 版にもこのパラレルスのアプリがあるんですよ。こっから、まあ、リモートでコントロールできるんですよね。で、まあ、外から自分のパソコンに入っている Windows のソフトを、まあ、使ったりすることもできるんですよね。まあ、僕まだちょっと使ってはいないので詳しいことはちょっとここではよくわからないんですけど、まあ、とりあえずは、まあ、これを買って、あと Windows のまあソフトも買わなくちゃダメなんですけどね、まあ、今だったら 8.1 のをまあ買ってくるなり、ネットでインストールするなりすれば、こちらを使って Mac のパソコンで、Windows を、まあ使えるってことですよね。まあ、仮想化ソフトってやつですよね。まあこれ7500円ぐらいで買えるんで、まあお店に行かなくても、ネットでそのままパラレルスを、まあお金を払って、購入することもできるようになってます。で、まあ、こちらのパラレルスの、まあ、URL も概要欄に貼っておきますので、よかったら見てみてください。今日はこちらのパラレルスの紹介でした。ではまたねー。